どうも、ビデオゲーマーです。こういうキャリア、フリートッド編続きやっていきましょう。で、今回は開幕戦やっていきます。ミドルスブラ戦ですね。で、チャンピオンシップの今シーズンのチームなんですけども、なかなか厳しいですかね。上位6チーム固まってんじゃないかなっていうようなね。まず、ボーンマス、ブライトン、バンリーですね。で、クリスタルパレスと。で、ノリッチ、ワトフォードと。まさにね、なんじゃこのリーグっていうようなね、感じ、強いチームばっかりいて、ねえ、なかなか、その目標、残留っていうものが目標なんですけども、チーム力的には本当、そこ目標にしないとやっていけないだろうなっていうようなチーム力なので、まあ、うまくいって12位とか10位ぐらい。ね、まあなんか、本当にうまくいって、プレイオフ絡めたらいいかなっていう感じです。多分本当プレミア上がったらすぐ1年で落ちてくると思うんで、チーム力上がってなければですけど、上がってれば、まあ戦えるかなと思うんですけども、まあシーズン通してどれだけチームが成長するかにもよってね、そのプレイオフに絡めるか絡めないか決まってくるので、とりあえずは残留目標にしつつ、まあ10位ぐらいで終われたらいいかなと思います。ただね、まあワトフォード、ノリッチとね、あとクリスタルパレス、バンリー、ブライトン、ボーマスっていう6チームが強いので、まあ戦国時代のような感じで弱いとこはね食われていくんじゃないかなみたいなまあなんとか戦っていきたいと思います。で、前回の後にですね、補強した選手もいたりするので、ちょっと、紹介していきたいと思います。まあ、前回ね、まあ、フィガルと、フィリップスですね。この二人と、あとウィルシャは取ったんですけども、あとオードゥバジョとは、昨シーズンの間ですね。ディナモドレスデンから、ウィルっていう選手を補強しました。まあ、顔モブなんですけど、まあ、ちょっと、現実と近いかなと思って。で、あと使いたいのもあってね、取ってきました。で、あとサウサンプトンからスラッテリー。で、ローはトップ下にコンバートですね。で、ウィルシャーも、トップ下にコンバートです。で、あと、デラップがローンで加入しました。なので、計8人ですね。で、まだ、移籍の期間が空いているので、次回はちょっとね、9月の試合になるんですけど、8月丸々ちょっと飛ばそうかなと思います。9月にね、ちょっと3連戦があって、それを取りたいんですよね。このね、降格組3連戦があって、これは取るべきだろうなと思って、で、10試合ぐらいで、まあ、10本ぐらいで終わりたいので、2年目もね。なので、まあ、ちょっと8月丸々飛ばして、この3連戦を取ろうかなと思います。で、開幕戦のスタメンなんですけども、トップカンパナで、で、2列目、ウィルシャー、ベンソン、ジョルダン、で、アンカーがオホボー、ブッチャーですね。で、ディフェンスラインがボルトン、フィガル、ラティ、ボンキンス。で、ゴールキーパー、ブルカですね。で、ベンチはこのメンバーです。さあ。で、あ、そうそう。戦術も、こんな感じですね。ボールダッシュで幅5つ、ポゼッション幅5つですね。まあ、ちょっとバランス重視で、失点を、あまりしないように。で、指示もトップがバランスワイド。じゃあ、ですね。ん?違うな。ワイドに開くか。ワイドに開くにして。で、2列目が自由に動くですね。で、ブッチャがディフェンスラインに落ちるにしてますね。で、オーバーラップは、しないようにしてます。はい。まあ、ミックスにしてるけどね。あんまり上がってこないように。本当失点をしないようにね。とりあえずは。あとはチャンピオンシップの、スピードになれることが今重要かなと思うので、試合内容より。まあ、試合結果か。よりね。なので。で、アルティメットでやっていきます。で、時間は6分でやりますので。じゃあ今からね、試合の方やっていきたいと思います。Hello everyone, the weather forecasters promised us a very pleasant day for football, and that's exactly what we've got. 1年目もホーム開幕だったんじゃないですかね。確かね。その時は 1-0 で勝って、宇野0ってやつですかね。
送ってね、厳しいシーズンになるかなと思ったんですけども、まあ開幕勝利っていうのはやっぱチームとしてでかいですからね。ホームっていうねこともあるし、まあ向こうで言ったらアクフォームがちょっと怖いかな。うちのチームディフェンスライン身長ないんでね、アクフォームでかいんでね。ずっとモートンをプレシーズンマッチ使ってたんですけど結果出さなかったので、まあ、ちょっとカンパナですかね開幕戦は。さあ2列目がどんな化学反応を起こしてくれるのか。フィルシャーはトップ下にしたら能力上がったんでね、ちょっと楽しみにしてるんですけど、ちょっと飛ばしながらやっていきますか。アクポもどう見てもでかいなでかかったな今な、遠目から見てもでかいな。はい、じゃあやっていきましょう。いい晴れたね、何時か忘れたけど時に試合できるっていうのはいいんじゃないですか。イングランド雨が多いから。どう通せてるかっていう問題も、おっと当たったな、ハンドだね。帰ったんですね。そうですね、帰りましたね。エバートンがあまりにもさ板についてるからさ、いたこと忘れてるよね。おっと変な切り替ってくれなかったな、すぐにな。切り替わってたらボール取れてたろうな。まずいな、カウンターに弱いからな。ナイス、おっとっとっと、危ない危ない。やっぱチャンピオンシップはプレッシャーがね、やっぱ一つカテゴリー上がると早いから。まあプレミアリーグもっと早いんだろうけど、それに慣れないとね、なかなか勝てないですよね。いいね、オッケーオッケー。ああもったいないな、多分ああいうとこでボールを失うだろうな。おおマジか、うわーちょっとこれ選手の切り替えがうまくいかなく、おっとっとっと、ナイス、オッケーオッケー。早いなやっぱな、帰ってくるのも。今手に当たったんじゃない当たってないかな。アグレッシブにいってますね。いけ、あーでもどうだろう、どうだろう、スピードが足らないかな。うわ外した、嘘マジ、それ外しちゃう、マジか。そうか、今の外しちゃうか。あ、そういえばロシターが移籍しまして、
AZ だったっけ、オランダの。認識しました。AZ っていう読み方で合ってんのかどうか忘れたからやけど。あそこですね。あそこの差がね、やっぱリーグワンと違うと、これを外したのは痛かったですね。出した方がいいんじゃない？ああ、パス出してしまった。失敗した。今やらかした。ナイス。ベンソン。Superb defensive judgment to end the attack. Brown making progress. おお、いい奪い方しましたね、今ね。Benson. Is it going to end up being productive for them? And he takes it on. おお、入ったわ。お見事。さっきね、ものすごいイージーなのを外したのにね、これは決めるんですね。そうですか。どうしたもんだろうな。この決定は、決定力はどうしたもんだろうな。1年目の開幕戦、誰が点決めたんだったっけ、忘れたな。出てないんだって、出てないんだって。慌てるな、慌てるなよ。 OKOK。 ボルトン。And news of a goal in the Watford match. Alan McAnally can fill us in. It's a second goal for Watford. 40 minutes played. 2-0. Thanks very much, as always. Hanging on to the ball in this fashion suits them. Bolton. 無理やと思ったら、もう後ろに戻していいから。Butcher. Bolton.あー、まずい。狙われてたな。おー、ナイスナイス。オッケーオッケー。オッケー、前半終わった。今のは危なかったけど、最後ね。はい、後半やっていきましょう。今思ったらさ、ディフェンスラインのさ、センターバックさ、ナスタニッチやん。おしゃるけど。それはちょっと、ディフェンス硬いな。Tremendous intuition to win it back. Middlesbrough で取れるんですね、ナスタニッチね。能力下がってるとはいえ、なんか高そうな気するんだけどな。気のせいかな。そこまでなんかな。やば。よし、オッケー、オッケー、危ない、危ない。
A championship match that should hold plenty of intrigue. Join us on EA TV. It's Fleetwood Town facing Norwich City. Yeah, the fixtures come in thick and fast. Should be a good game, that. Well, hopefully that's not the commentator's curse. Is it going to be? And a fine start. まあ正面だったけど、まあ悪くないんじゃないですかね。OK。Moving into the advanced position.Lovely ball over the top. The chance is on. Ah, 無理か。今のはもったいなかったな。Well, there's been a goal in the Huddersfield match. Let's hear about that goal from Alan. Ah, やべ。やべやべ。あ、やべやべ。やべやべやべ。With his finger on the pulse. Oh, that's an interesting pass. What can they do to stop him running at them?オッケー、ナイス、危ない危ない。あ、ぶんね。ウィルシャボルトン。Well, they're quite content to knock it around inside their own half. 今マジでちょっと心臓止まりそうだった。Live action from the championship coming your way on EA TV. It's Middlesbrough taking on Watford. Yeah, atmospheres make games, Derek, and that should be an absolute belter. And space to cross it. Just couldn't get it through. 当たってるね。They won't complain about having won the corner. And maybe an opportunity to increase their advantage. And firing it into the area. A decisive clearance it was.Well, that is how to run at defenders. And played the pass well. A chance to whip it in. Ah, 真正面だったか。もったいなかったね、今な。And he was in a good position then. Akpom. 切り替わってくれもしれない。ああいう時に切り替わらんのマジで困る。Chance for him to get in behind, maybe. Looks promising. This, this could level やばい it. And it is the equaliser. Penalty now. And who's to say what's going to happen next? まずいな。Well, the earlier goal cancelled out. One apiece.Well, news coming through of a penalty. Alan McInally can fill us in. It's a penalty for Coventry City. A slight delay as the ref clears the defenders. He steps up to take it. Goes to the goalkeeper's right, but he's miles over. He's missed it. 72 minutes. 頑張ってただけにな。Thank you, Alan McInally. ちょっと失点は痛いな。Campana. Well, they no longer have the ball.いやー、ずれたか。もったいなかったな、今な。ウィング。いやー、マジ、やばい。Crossing opportunity.Oh, he needs to clear it here. Now Saddle. Brown. Well, they know they need to stop him. Ah, 向こうのボールか。じゃあ選手変えますか。いやー、厳しい。やっぱカンパナのあそこで点決めなかったのが痛かったな、最初のところな。あれ1点入っとったらまだ余裕があるんだろうけど、あれを決めれなかったのが痛かったな。Oh, great vision. And news coming through of a goal in the Birmingham match. Alan McInally. It's a second goal for Cardiff City.
まずいな。この位置のフリーキックはまずいな。危ない。Well, the header that was frankly miles off target. Well, technically, that was awful. さあ、どうしたもんだ。いや、それちょっと強い。Moving forward effectively. Traore.Real danger. It looks promising. It's an effective clearance. Couldn't keep it. やっぱ強いな、体な。 1 minute remaining. Giving the ball away. Well, they're certainly thinking about a winner. A deep delivery. Foiling. ああ、もったいなかった今。クロスは下手っていうのは分かった。ウィルがクロスが下手っていうのは分かったぞ。ああ、マジで。ああ、マジか、今のあんな優しいシュートになっちゃう。まあ、引き分けてしまいましたね。まあ、あんな優しいシュートになっちゃう。まあ、あんな優しいシュートになっちゃう。まあ、あんな優しいシュートになっちゃう。まあ、あんな優しいシュートはい。まあね、開幕戦なんで、まあしょうがないですかね。まあうまくいかないことの方が多かったかなと思いますけど。まあやっぱ最後のところの決定力がね、ないですね。うちのチームね。まあそこをどうにかしないとちょっと厳しいですね。戦っていくのにね。やっぱ新しい誰かを取るべきなんでしょうね。フリーエージェントで誰かいますかね。彼は能力が低いからな。ちょっと本当に決定力の低さはちょっとすごいですね。彼って顔どんな感じなんだろう。ちょっとリストに入れてみよう。うわ、なんか見た目いいな。能力低そうやけど。いいな。ちょっと入れておこうかな。あ、ゲレーロがいるね。だ、決定力そこまで高くなかった気がするけど。でも高さっていう。マジフリーエージェントに頼るしかないこの感じが辛いな。誰かレンタルで来てくれる選手いないかな。あれ、あ、そうか、フリーエージェントになってんのか。ここはああ、シャルケにアームストロング行ってんね。ああ、引退すんのか。引退しないんだったらオファーしようかなと思ったけど。
メリーノがね、ハイデンハイム行っちゃったんですよね。コルドバがいないな。コルドバいたらオファーしようかなと思ったんやけど。まぁ、ちょっと、あれですね。次回までに誰かを取れてたら、ああ、これダメですね。悪くないね。ただ、決定力66はちょっと厳しいな。ゲレーロは。68は厳しいな。ショートパスうまいのにな。ちょっと入れておくか。はい。次回までに、ちょっと新しいフォワードを誰か取れたら取っておきましょうかね。で、次回は、さっき言ったように、ちょっと8月は丸々飛ぶことになるので、まあ、この間に勝ち点なんぼ拾っておけるかなんですけども。で、この3連戦取りたいと思いますので。はい。では、今回はこれぐらいで終わろうかな。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。